今日は日曜日でですね、えーとまあ、久しぶりに少しボケた話題を取り上げるわけでありますがえ長らくやってきた幸福ですね、えーまあ、9回目までに整理して私の感じではですねいわゆる単純な幸福論というのは当然だけど成り立たないと、まあ、単純な幸福論であれば普通の質だったらお釈迦様 ちょっとあの運が悪い人はイエス・キリストそのものを言っておられることをまあ反復理解したらですねまあ大体それでまあ幸福に達するって,ていうわけじゃありませんがまあそういうふうになるしまあ幸福に対する見方とか考え方っいうのはですね人によってものすごく違うので一般的にそれが幸福であるという状態を特定することは非常に難しいということであります。 分布の問題もあり、いろんな問題がそこに潜んでいると、科学をよくサイエンスとして考えなきゃいけない、哲学として考えなきゃいけない、もしくはあ人間として考えなきゃいけないということがまあ非常に多いということがまあ当たり前ですけども、えー、9回までの検討で分かったわけですね。まあ、さらに、えー、むしろですね、幸福自分の状態での幸福というものを考えて。 まあ私が最近よく言ってるのはまあタバコなんですが、まあ、タバコを吸う必要のない人、まあ、僕なんかもその一人なんですけども頭の中がタバコがなくても整理できる人はあタバコが嫌だというしかしタバコを吸う人はやっぱり自分の人生にはタバコを必要だな自分の幸福にはタバコが必要だなと思いますよね私はまあその以外にお酒を飲みますので お酒ちょっとない人生ってやっぱ嫌だなとこう思いますよね。それぞれいろいろでどういう状態が、まあ、昔は女性なんかはもう結婚することが幸福である今はそうじゃなくて結婚するかどうかはご本人が考えることだというふうに幅が広まってまいりました、まあ、しかし今社会を見ますとねそれがダブルトラックで走っているような気がしまする、ね、がですね。特に政治家が、えー えと国民に幸福の形を押し付けるという場合もありますし、まあ、ある意味じゃあ,せあの政策というのはですね、えー、と幸福の形というものによりますからしかしそれは、えー、広い人が受け入れられるようなもしくは強制力を伴わないような政策でなければいけないわけで、えー、特定の人の特定の人生を幸福であるというふうに規定するというのも問題であります。 まここはあの実は明日への希望ということなんですが、げあの今日は今日の収入が多ければ人間は幸福なのか、それとも明日今日よりか明日が良くなるという希望の方が優先するのかということをちょっと考えてみたいと思うんですね。えー、昔からですね実は所得と幸福っていうのは随分研究がありまして、まあ、何回も何回もやられるんですけども現在ではだいたい 年収まあ、日本の世界中ですけど日本の価格で600万円ぐらいで4人の生活をする、まあ、例えば夫婦と子供2人とかですね子供1人でおばあさんがおられるとかそういったまあ家庭がですね最も所得と幸福については平均的にですよこれもあくまでも平均的ですが平均的には幸福であるという見方がまあ主流なわけですね。 これに対して私がテレビで一回言いましたら一緒に出てる方がですねなんでお金持ちは幸福じゃないんですかという質問がありました、まあ、これについてはいろんな説明がありますが、えー、例えば一つはですねお金を失ってしまうっていうことがあるんですね失,失ってしまう恐,恐怖心これが一番多いっていうふうに言われておりますが例えばまあ年収2000万なんていうとですね普通に使ってると余りますので貯金をする貯金をするとその貯金がだん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 たまって5000万円になる。 そうすると株が暴落すると一気に失う人間っていうのは一回自分の手に入ったものが失うと非常にそれは苦痛なんですね、まあ、そういったその金を失う苦痛それから家族がバラバラになるってことも言われておりますね、まあ、年収が600万ぐらいですと家族で一緒にドライブするとか家族で一緒にまあどっかに買い物に行くディズニーランドに行くっていうようなことが普通なんですね、まあ、そうじゃなくても今日は子供が え誰々かの友達とどっかに行くのをお母さんが見送るっていうか入ってらっしゃいねっていう感じになるところが年収が2,000万円ぐらいになりますとどういうことになるかっていうとですねお金に余裕がありますから、えー、夫はどっかゴルフに行く奥さんはテニスに行く娘一人はどうするっていうふうになっちゃってですねそれぞれが別々になりますねこれは私の経験では昔アメリカ人が日本に住み出した時ですね今からそうですね 40年ぐらい前ですね40年ぐらい前ですが、まあ、その頃はですねアメリカは非常にこう部屋の数が多くて、まあ、日本はあの今があってですねみんなが今に集って何だったら兄弟はあのは一緒に寝るっていうそんなんだったんですねあるいはもう寝室が1個とかですねもうほんと1個半とかっていう時代だったんですその時代にアメリカ人がよく日本に来たアメリカ人がよく言ってたのは日本人っていいねって家族が一緒でって言うんですよ で私のとこなんかはもう家族がバラバラで娘はどうの息子はどうのっつってるんですねだから日本の生活はいいなって言ってましただからそういうその家族がバラバラになるっていうこともありますねそれから食事もそうですね、えー、食事っていうのはあのまあこれは昨日もちょっとテレビでお話をしたんですけどお金があるとそこにお金持ちが2人いたんですよ1人はそのこの頃高い寿司もまずいと まずいいいいっっててししさを感感じない感激しな激いという,ふうに言ってるもう一人は「俺はねちょっと結構あのバラエティがあるから」っていう話をしてたんで僕,僕がですね「実は味覚っていうのは時々、えー、まずいものを食べると復活するんですよ」それ「フィーナーの法則」ってのがありましてっていうふうに説明して「えっ、ー?」つってみんなそうかっつってましたけどねだからお金持ちのになりますといろいろ不満がたまるわけですね。えー、家族がバラバララである えー、それからあー美味しいものがなくなるそれからいい車に乗りますとね前の車が軽自動車だったりすると遅いっつって文句言ったりするわけですねそういうふうに不満が溜まっていくんですだか,だから大体それが600万円ぐらいで4人の生活がいいと言われておりますところがですね私はこの意見に少し違うんですねまあ テレビで公的になんか言う時には根拠が必要ですからこの数字600万人で4人ぐらいがいいという話ですよということが多いんですけど実はですね世界で一番幸福だという統計になってるのがベトナムなんですよ確かにベトナムに行きますとですねオートバイに家族4人乗って旦那が運転して奥さんが背中でかじりついてて子供がどっかにぶら下がってるってうな感じでもう本当に私ね行ってねその人たちに話しかけるともうニッコニコしてね すごい幸せそうなんですね。で統計的にもベトナムが一番幸せなんですよ。まあ日本のその時日本の大体10分の1ぐらいの所得ですから年収60万っていう感じですね。まあ生活が楽ですから直しても日本で100万から200万ぐらいっていう感じなんですね。じゃあその人が一番なんで幸せかっていうと今度はですねやっぱり国が発展していく実感なんですよ。 それは僕はそのベトナム人なんでそんなにニコニコしてるんですかって聞いたらベトナムの人がですねいやいや今日より明日が良くなるからって言うんですよねそれでまた社会も全然違いましてね学校卒業すると都心の工場なんかに勤めるんですよ若いうちですねでその人たちの夢はですね何かあったら30を過ぎたら農村に帰るっていうのが夢なんですね日本と全然違うんですよ日本ですと東京に出て東京で狭いアパートで マイン電車っていう感じですけどね。彼らは夢があるんですね。国の発展という夢と、自分の発展という夢があるんですね。その夢っていうのはどういう夢かっていうと、まあ、えぇ、ー、18ぐらいから、16から18からですね、32ぐらいまでなんですよ。15、六6年間は工場で勤めたり、町の商店で勤めたりしましてね。そしてその後、自分の故郷に帰るんですよ。で、実際に農村に行ってみますとね、 農村のベトナムの家っていうのはですね日本よりかあるいは裕福なんじゃないかと思うような家が結構あるんですねきちんと作ってありましてねそこで、まあ、農業をやる農業がまた報われるんですねそうしますと確かにですね学校に行ってる時代があり、まあ、16とかぐらいで、えー、就職をし都会で、まあ、若いうち張り切って働いて遊びながら生活をし 32歳ぐらいである程度小金を貯めて自分の郷里の農村に帰りその農村でそこからまあええー、早年期を過ごしやがて老年になる国も少しずつ少しずつ毎年発展していくとまあ素晴らしいですねそれがまあ,あのいいとだから所得がまあ日本の10分の1でも日本よりか幸福だということになります、まあ、幸福の要素ってのはいっぱいぱありますから まあ、今日はここでちょっとお話したのは、所得と幸福明日への希望と幸福というものをまあ整理してみました。それとか家族で一緒にまあどっかに買い物に行く。ディズニーランドに行くっていうようなことが普通なんですね。まあ、そうじゃなくても、今日は子供がえ、誰々かの友達とどっかに行くのをお母さんが見送る。血が入ってらっしゃいね。っていう感じになる。 ところが年収が2,000万円ぐらいになりますとどういうことになるかっていうとですねお金に余裕がありますから夫はどこかゴルフに行く奥さんはテニスに行く娘一人はどうするっていうふうになっちゃってですねそれぞれが別々になりますねこれは私の経験では昔アメリカ人が日本に住み出した時ですね今からそうですね40年ぐらい前ですね40年ぐらい前ですがその頃はですねアメリカは非常にこう部屋の数が多くて 日本は今があってですねみんなが今に集って何だったら兄弟はあのは一緒に寝るっていうそんなんだったんですねあるいはもう寝室が1個とかですねもうほんと1個半とかっていう時代だったんですその時代にアメリカ人がよく日本に来たアメリカ人がよく言ってたのは「日本人っていいね」って「家族が一緒で」って言うんですよで私のとこなんかはもう家族がバラバラで「娘はどうの息子はどうの」って言ってるんですねだから日本の生活はいいなって言ってました だからそういうその家族がバラバラになるっていうこともありますね。それから食事もそうですね。えー、食事っていうのはあの、まあ、これは昨日もちょっとテレビでお話をしたんですけどお金があるとそこにお金持ちが2人いたんですよ。1人はそのこの頃高い寿司もまずいと。まずいっていうかおいしさを感じない感激しないというふうに言ってる。もう1人は俺は俺ねちょっと結構 あのバラエティがあるからっていう話をしてたんで、僕僕がですね、実は味覚っていうのは時々、えー、まずいものを食べると復活するんですよ、そういうフィーナーの法則ってのありましてっていう風に説明して、えー、っつってみんなそうかっつってましたけどね。だからお金持ちのになりますと色々不満がたまるわけですね、えー。家族がバラバラである、えー、それからあー美味しいものがなくなる、それからいい車に乗りますとね、前の車が軽自動車だったりすると。 遅いっつって文句言ったりするわけですねそういうふうに不満が溜まっていくんですだからだいたいそれが600万円ぐらいで4人の生活がいいと言われておりますところがですね私はこの意見に少し違うんですねまあ、テレビで公的になんか言うときには根拠が必要ですからこの数字600万人で4人ぐらいがいいという話ですよということが多いんですけど実はですね世界で一番幸福だという統計になっているのがベトナムなんですよ 確かにベトナムに行きますとですねオートバイに家族4人乗って旦那が運転して奥さんが背中でかじりついてて子供がどっかにぶら下がってるってうな感じでもう本当に私ね行ってねその人たちに話しかけるともうニッコニコしてねもうすごい幸せそうなんですね。で統計的にもベトナムが一番幸せなんですよ。まあ、日本人っていうのはあの、まあ、これは昨日もちょっとテレビでお話をしたんですけどお金があるとそこにお金持ちが2人いたんですよ。 一人はそのこの頃高い寿司もまずいとまずいっていうかおいしさを感じない感激しないというふうに言ってるもう一人は俺はねちょっと結構あのバラエティーがあるからっていう話をしてたんで僕がですね実は味覚っていうのは時々まずいものを食べると復活するんですよってフィー,ナーの法則ってのがありましてっていうふうに説明してっつってみんなそうかっつってましたけどねだからお金持ちのになりますといろいろ不満がたまるわけですね。 家族がバラバララである、えー、それからあ美味しいものがなくなるそれからいい車に乗りますとね前の車が軽自動車だったりすると遅いっつって文句言ったりするわけですねそういうふうに不満がたまっていくんですだからだいたいそれが600万円ぐらいで4人の生活がいいと言われておりますところがですね私はこの意見に少し違うんですねまあ テレビで公的になんか言う時には根拠が必要ですからこの数字600万人で4人ぐらいがいいという話ですよということが多いんですけど実はですね世界でで番幸福だという統計にななってるのがベトナムなんですよ。確かにベトナムに行きますとですねオートバイに家族4人乗って旦那が運転して奥さんが背中でかじりついてて子供がどっかにぶら下がってるってな感じでもう本当に私ね行ってねその人たちに話しかけるともうニッコニコしてね すごい幸せそうなんですねで。統計的にもベトナムが一番幸せなんですよ。まあ日本のその時日本の大体10分の1ぐらいの所得ですから年収60万っていう感じですね。まあ生活が楽ですから直しても日本で100万から200万ぐらいっていう感じなんですね。じゃあその人が一番なんで幸せかっていうと今度はですねやっぱり国が発展していく実感なんですよ。 それは僕は僕ベトナム人にんでそんなにニコニコしてんですかって聞いたらベトナムの人がですねいやいや今日より明日が良くなるからって言うんですよねそれでまた社会も全然違いましてね学校卒業すると都心の工場なんかに勤めるんですよ若いうちですねでその人たちの夢はですね何かあったら30を過ぎたら農村に帰るっていうのが夢なんですね日本と全然違うんですよ日本ですと東京に出て東京で狭いアパートで マイン電車っていう感じですけどね。彼らは夢があるんですね。国の発展という夢と、自分の発展という夢があるんですね。その夢っていうのはどういう夢かっていうと、まあ、えー、18ぐらいから、16から18からですね、32ぐらいまでなんですよ。15、16年間は工場で勤めたり、町の商店で勤めたりしましてね。そしてその後、自分の故郷に帰るんですよ。で、実際に農村に行ってみますとね、 農村のベトナムの家っていうのはですね、日本よりかあるいは裕福なになりますとどういうことになるかっていうとですね、お金に余裕がありますから、えー、夫はどこかゴルフに行く、奥さんはテニスに行く、娘一人はどうするっていうふうになっちゃってですね、それぞれが別々になりますね。これは私の経験では昔アメリカ人が日本に住み出した時ですね、今からそうですね、40年ぐらい前ですね、40年ぐらい前ですが、 その頃はですねアメリカは非常にこう部屋の数が多くて日本は今があってですねみんなが今に集って何だったら兄弟はあのは一緒に寝るっていうそんなんだったんですねあるいはもう寝室が1個とかですねもうほんと1個半とかってな時代だったんですその時代にアメリカ人がよく日本に来たアメリカ人がよく言ってたのは「日本人っていいね」って「家族が一緒で」って言うんですよ。 で私のとこなんかはもう家族がバラバラで娘はどうの息子はどうどっつってるんですねだから日本の生活はいいなって言ってましただからそういうその家族がバラバラになるってこともありますねそれから食事もそうですね、えー、食事っていうのはあの、まあ、これは昨日もうちょっとテレビでお話をしたんですけどお金があるとそこにお金持ちが2人いたんですよ1人はそのこの頃高い寿司もまずいと。 まずいいいいっっててししさを感感じない感激しな激いとううふうに言ってるもう一人は「俺はねちょっと結構あのバラエティーがあるから」っていう話をしてたんで僕,僕がですね「実は味覚っていうのは時々、えー、まずいものを食べると復活するんですよ」それフィーナーの法則ってのがありましてっていうふうに説明して「えー、っつってみんなは「そうか」っつってましたけどねだからお金持ちのになりますといろいろ不満がたまるわけですね。えー、家族がバラバララである えー、それからあ美味しいものがなくなるそれからいい車に乗りますとね前の車が軽自動車だったりすると遅いっつって文句言ったりするわけですねそういうふうに不満が溜まっていくんですだか,だから大体それが600万円ぐらいで4人の生活がいいと言われておりますところがですね私はこの意見に少し違うんですねまあ テレビで公的になんか言う時には根拠が必要ですからこの数字600万人で4人ぐらいがいいという話ですよということが多いんですけど実はですね世界でで番幸福だという統計にななってるのがベトナムなんですよ確かにベトナムに行きますとですねオートバイに家族4人乗って旦那が運転して奥さんが背中でかじりついてて子供がどっかにぶら下がってるってな感じでもう本当に私ね行ってねその人たちに話しかけるともうニッコニコしてね もうすごい幸せそうなんですねで。統計的にもベトナムが一番幸せなんですよ。まあ日本のその時日本の大体10分の1ぐらいの所得ですから、年収60万っていう感じですね。まあ生活が楽ですから直しても日本で100万から200万ぐらいっていう感じなんですね。じゃあその人が一番なんで幸せかっていうと今度はですね、やっぱり国が発展していく実感